はい、どうもこんにちは。はい、どうもこんにちは。じゃあ今回もイブやっていきます。というわけでね、前回ねこの扉開いたんでね、まずは木のオブジェがリンゴになっている、木のリンゴ、木に生い茂ったリンゴ出てる。リンゴを獲得することによって何、あ、オッケー、唇ですね。唇にあげるんだ。わかりました。だからこれちょっと見ます。一応人形落ちている。オッケー。うわっ、それさやめてよ。これ唇にあげればいいんじゃないの。あげる、うまい。これお前気に入った。ここを落とす。俺の口の中入って行け。え、いいの入っちゃって。入りますよ本当に。入っちゃった。これギロチンですね。これ一個ぐらい落ちてくるって可能性あるよね。ほらほら見てみ、これよ。どう、これこれ絶対落ちてくると思った今。え、何この部屋、やめて。何、なんか動いてたし超最悪。イブ息、ここだけ色おかしくね。だよね、今これに一発で気づく。すごくない、私の今。え、まるまるをる、難しい、ざけんなよお前、 IQ 低すぎだろ。というわけでじゃあ次の部屋行きますか。うん、まるまる模様、難しくて読めない字がある。あ、あうん、あうんってこと、あうん模様、ん、あうん模様って何や。タバコを吸うまるまる、心の音。おお動いた、すごい、なんか斬新なアートですね。心の傷、赤い服の少女。ああ、え、こいつ、うわ、これ魔女の家仕様来た。ちょっとごめんなさい、これどこまで追ってくんのこいつ。これ外まで来る、もしかして。外まで来ないか、焦るわ、やめてくれや。あ、こいつ、これだるくない。え、これだるいよな結構。まあでもここはアンチだから。アンチじゃないね。え、鍵探さなきゃいけない、だるいな。え、こん、あ、待って、わかった、こいつが飾ってあったところに鍵があると僕は今睨んだ。だからちょっとこいつをね、ちょっとなるべく遠くまで行かせます。はい、で、なるべく遠くまで行かせて、ちょ、見ます。だよね。回復の。これよ、OK、鍵をゲット。こうだと思った。というわけで、ちょっとなんか、青鬼とかやりすぎてさ、ちょっとなんか、分かってきちゃったよね。この、どういう風にあれなってるのか。あ、こういうの無理。キャンバスの中の女たち、女性は、この女性はすぐに物を欲しがる。目をつけられると大変である。なんせ、彼女たちは、自分が満足するまで欲望に追いかけて、え、違うな、わかんない、猛烈にみたいな、どこまでもどこまで。弱点があるとなら、彼女たちは自分で扉を開けることができない。難しくて読めない字がある。なるほど、だから別の部屋に行ってしまえばもう追いかけてこないよって説明ですね。世界の美術館、いろんな美術品の写真が載っている。ゲルテナが描いた、いろんな、ゲルテナって何者なんだろうね。だから鍵がかかっている。いや、意味がわからないぞ。じゃあもう一個鍵を探してこなきゃいけないってこと。だるいな、鍵なくね。この部屋にあんのかな。でもさ、この部屋も全部見たもん、ほんとな。あ、楽しい、楽しくない。お、動く絵本、クレヨンで書かれた絵本だ。読む、本をめくった。おお、
うっかりさんとガレッテスロアみたいな。お誕生日おめでとう、ありがとう。今日はあなたのためにガレット・デ・ロアを作ったの。何それ。このパイの中にコインが入っていて、食べたパイの中にコインがあったらその人は幸せになれるのよ。面白そうでしょ。じゃあ切り分けるわよ。じゃあ好きなの選んでいただきます。もぐもぐ。あ、どうしたの。なんか硬いもの飲み込んじゃった。あー、うっかりさん、きっとコインだ。どうしよう、コイン小さいから大丈夫よ。じゃあ片付けてくるね。ママどうしたの、これさっきの扉じゃん。書斎の鍵知らない。書斎の鍵、それならいつもそこのテーブルに、あれ、コインだ。あ、鍵飲んじゃったんじゃないこの人。パイの中に入れたはずなのに。え、吐き出せばいいんじゃないの、普通に。吐き出すっていうか。ああ、びっくりした。お前、嘘やろ。出してばうっかりしてたわ。鍵見つけたよ。ドア、今ドア開けるね。いやー、やだな。ちょ、今回ここで終わります。皆さん、ちょっと、今日ご視聴ありがとうございました。はい、ちょっと、今回もちゃんと怖かったですね。というわけで、じゃあまた次回の、イブでお会いしましょう。じゃあ、またねー。